はい、皆さんお疲れ様です。K です。というわけで、今週の2歳戦評価の方をやっていきたいと思います。10月28日、29日の週ですね。今週から土曜日と日曜日、まとめて1本の動画にしております。非常に等数が多いですので、えー、平均点がですね、2点を下回っているような馬に関しては、えー、少し省いて、えー、特に強かった、注目するべき馬をピックアップしての紹介になっております。こちら、1から5点満点の評価です。 では1投目ですね。東京5レース芝 1600m のマイル戦を勝ったのが湘南ラピダス3.3点となっております。父ドゥラメンテ国枝厩舎国本アナの馬です。はい、ドランさんが4点をつけてますね、えー、最後の末脚が素晴らしく、距離が伸びてもいけそうということでした。 えー、自走あたり共同通信杯がね、いいのかな、いいのではないかというコメントです。翡翠さんが3点ですね。3、4着馬が前目で粘っているので、末足には性能の違いを感じるというところで、まあ、レースレベルにはやや疑問が残る部分があるというところで3点になってます。えー、僕もこのまま3点にさせてもらいました。まあ、スローなんでね、33.2っていう上がり自体はね、それほど信頼できるかなっていう部分があるんですけど、まあ、ボボはなしね、えっと、まあ、マイル、 でね、今後もチャンスはあるかなというふうに思っております。で追い込みだったので、ちょっとポジション取りが、ね、若干課題になってくるかなというところで、4点じゃなくて3点というふうにしました。えー、2投目ですね。土曜日の京都5レースを勝ちました、ブエナ・オンダです。3.8点になってます。父、リオン・ディーズ、菅厩舎えー、金子ホールディングスの馬です。翡井さんが4点をつけてますね、えー。上がりもタイムもかなり評価できる。牝、えー、馬のデビュー時期としてはやや遅いが期待も込めて4点ということでした。 えー、ドラン差が3点ですね少し周りが読めで過剰に強く見えた印象ハギステークスとかと,かと比較するとそこまで過剰課題には評価できなそうということでしたはい僕もこの馬に4点付けさせてもらいましたえー、まあ好意からねスパッと切りまして4馬審査の圧勝というところで加速ラップも非常に良かったと思いますねで今の上がり 今の京都はちょっと上がりが出,な出にくい部分がありますので、まあ、34.4はなかなかいいのではないかなというふうに思ってます。で 2000m でねこの時期にデビューしたっていうのもなかなかプラスで、まあ、ちょっとねリヨンディーズ3区っていうのが、まあ、あんまりクラシックでいいイメージがないのでちょっと困るところではあったんですけれどもちょっと期待の込めてというところですね僕も4点にさせてもらいました。 はい京都8レース芝 1800m 戦,戦のハギステークスを勝ったのがルシフェルですね2.8点になってますハーツクライ3区で斎藤厩舎キャロットファームの馬ですね、えー、私がこれで2点をつけてますまあこれを含めた未勝利戦ハギステークスの2勝はですね新馬戦の際に位置取りが悪くて、えー、差し切れなかったっていうものがあったんですけども、まあ、未勝利戦が非常に レベルの低い相手がで、えっ、ー、と、今回は6等立てのライバルなしというところでですね、まあ、位置取りが悪いっていう課題を克服しないまま能力差だけで2勝できちゃったかなというふうに思ってます。まだ課題が残ってる部分がありまして、まあ、その課題がね、解決しないまま2勝っていうのは、えー、ちょっと今後、 えー、課題になってくる難しいところかなというふうに思ってますので、えー、厳しめレすスが2点にしてありますで田おいさんがです3点ですね、えー、タイムは水準くらいだが、えー、ライバル不在で余裕あるレース運びだったそこ力上があり頻馬中距離戦線なら上位の存在ということでしたはい、えー、東京のメインですね土曜日東京メイン、えー、芝 1600m 戦を勝ちましたアルテミスステークスですね チェルビニアになってます。えー、未勝利戦の評価点が5.0点でした。まあ、えー、平チャンネルでね、初めての5点満点を叩き出した馬ですね。えー、翡翠さんがこのレースを勝った馬は、基本的にこの後出世しているし、今回はタイムは素晴らしかった。チェルビニアは手放しで5点。非常に綺麗なカスフォバックの好みで、スティールブルーは捉えきったサフィラ、2着サフィラですね。もう思ったより強かったとのことでした。えー、オおさん、えー、チェルビニアは強すぎるということでした。 サフィラが長く足を使えていて距離伸びても良さそう本番はオークスかというところですねスティールブルーですね、えー、1位取れて反応良しということで桜花賞向きかなというコメントでしたはい、えー、チェルギニア本当に強かったですねまあさすが5点満点の馬かなというふうに思いましたでサフィラはですね僕の締め馬なんですけれどもまあ ここね、仕上がりあんまり良くなかったかなという印象で、まあそれでもね、こんだけの内容が出せるのであれば、まあクラシックある程度期待できるのかなというふうに思いましたね。非常に良い,い内容だったと僕は思ってます。まあスティールブルーもですね、仕掛けが早かった分目標にされてしまって、チェルビニアとサフィラにね、えー、最後差し切られたわけなんですけれども、まあ全体としては悪くないようだったかなというところで、まあ現状の頻馬戦線ではトップクラスの良い,いレースだったなというふうに思っております。 はい、えー、コメントそんなところですね。では次の1頭、日曜日ですね新潟1レース芝 2000m 戦の未勝利を勝ったのがコスモキュランダですね1.5点になってますアルアイン3区の、えー、加藤厩舎ビッグレッドファームの馬ですね。 えー、翡翠さんが3点を打っていたのでこのままピックアップさせていただきました、まあ、他の馬が次々と脱落していく中1頭だけほぼ失速しなくてスタミナお化けでタフなレースだととても良さそうというところでえー、っとあこれドランさんが3点になっちゃってるんですけどこれ翡翠さんが3点ですねでえー、っとタオイさんが1点ですねまあ僕も1点です、まあ ちょっとねドスローから前残りというところで馬場も向いたかなというところで評価しにくかった部分はあるんですけれどもまあちょっとスイさんがね抜けた評価をしていたのでこのままピックアップさせていただきましたはい、えー、日曜日の東京5レース芝 2000m 戦を勝ったのがジオセントリックですね2.8点になってますハービンジャー3区手塚厩舎の馬でキャロットファームですね、えー、ドランさんが3点になってますスローだが最後の加速ラップは評価できるもっと距離が伸びても良さそうということでした えー、さんが3点ですねほぼ散歩に等しいペースだったのでラストの足を評価して3点というとことですねボボはこの時期のデビューでもまだ間に合うしクラシック期待できるということでしたはい、えー、僕も3点にさせてもらいました、えー、終盤のサグラップはなかなか良かったと思いますね着差も2馬身半ついたというところでちょっと思い切ってね3点というふうにしました優等生タイプだなと思いましたね、えー、2着のね湘南勝ちがスタートが下手すぎたというところで、まあ、もう少しスタートが出てればね、えー、勝ちまであったのかなというふうに思って てま,すえー、まあこのね課題だけ克服してくれるわという感じですね湘南勝ち指名馬ですはい、えー、というわけでこれに加えてその他の今週の勝ち馬と評価点がこのようになっておりますまあ全体的にね、えー、っと1点だったりとか1 8点っていうね馬に関してはコメント、えー、紹介せずにこのような評価形で、えー、今後紹介させてもらえるわと思っておりますはい というわけで今週の評価は以上になります。皆さんチャンネル登録および高評価よろしくお願いします。